ソヨンボ文字はモンゴル語を表記するために1686年に僧侶ボグドザナバザルが作成したアブギナ系の文字である。チベット語やサンスクリット語を表記するのにも用いることができた。このソヨンボ文字の中でもソヨンボと呼ばれるシンボルはモンゴル国の国家の象徴となっている。1921年から国旗に1992年から国章や紙幣。 インジなどにも使用されている。ソヨンボ文字はモンゴル語の文字としては、歴史上4番目の文字であり、トド文字の発明から38年後に作成された。伝説によれば、ザナバザルは、夜空に、文字のような形を見出し、すぐに新文字の発想に結びついたという。この伝説はこの文字の名前にほのめかされていて、サンスクリット語で、それ自身から生み出されるという意味のスバイオン部から、 来ているということである。実際、文字の体系は、ブラーフミー系文字に属するアブギラであり、文字の形は、ランツァ文字を元にしている。個々の文字は、伝統的なモンゴル文字やオルホン碑文に見られる、特決文字に似ている。この文字のデザインがザナバザルによるオリジナルであるのか、何か参考となる文字が存在していたのかは、はっきりしていない。音節の組み合わせの例。 ザナバザルは、サンスクリット語やチベット語で記された仏典の翻訳のためにこの文字を作成し、弟子たちと共に広く用いた。この文字は、モンゴルの東部において、主として、儀式的あるいは装飾的に用いられていた。日常的に使用する文字としては、複雑すぎる文字であるため、今日この文字は姿を消している。歴史的な文章のほか、寺院に残された碑文などに発見されることがある。 この文字は、言語学的な研究にも重要な意味を持っていて、例えば、モンゴル語における、長母音などのような言語の指摘変遷を反映しているものと見られている。それまでモンゴル語を表記する文字としては、縦書きのものしかなかったが、ソヨンボ文字は初めて左から右へと横書きされる文字であった。チベット文字やデーバナーガリー文字に見られるように、文字は連なる。 水平線にぶら下がる形で記される。2種類のバリエーションがあるソヨンボは、文章の始めと終わりを示すのに用いられるものである。その他の文字に見られる逆 L 字型の基準枠は、ソヨンボの中に描かれる上の三角形と右の棒から取られたものである。この逆 L 字型の基準枠の内部で、一つから三つの要素が組み合わさって音節が構成される。最初のシーンは、 枠内の上半分に書かれる。母音は基本的に枠の外側に記されるが、U およびは枠内中央よりやや下に書かれる。音節末シーンは小さな記号を枠内下部、縦の棒につける形で書く。この場合、枠内に書かれた U およびはやや左側に押し出される。モンゴル語を表記する場合に用いられる。素四棒文字。一段目は母音と特殊文字を示し、 二段目は音節始めの子音を、三段目は音節末の子音を示す。最初の文字は A で始まる音節を表す。その他の母音で始まる場合は、この基礎となる文字に母音記号を付加することで形成される。その他の文字は子音で始まることを表し、特に母音記号が付されていない場合は、すべて A を伴うことになっている。理屈から言えば、子音二22、 ボ印14なのでおよそ3000もの組み合わせが可能であるということになるが、実際にはモンゴル語においてよく使われるものとあまり使われないものがある。余剰となるものはチベット語やサンスクリット語などを記載するときの基礎として使われていた。ソヨン部とは別に縦棒によって示される句点のようなものが使用される。碑文においては文字内上部の三角形の高さに点を打つことで、 ご協会が示される例がある。かつてソヨンボ文字はユニコード6.0においてはサポートされておらず、ソヨンボをエンコードするための準備的な提案がユニコード技術委員会に提出されていただけであったが、2017年のユニコード10.0への更新でサポートされるようになった。モンゴル文字入力ソフトメンクソフトでは大体の入力システムが提供されている。 ありがとうございます。